はい、錦織の長谷川正則です。はい、占い師の大石です。そして本日の特別ゲストアキラ 100% です。よろしくお願いします。すいません、たびたび行っちゃってね。もうなんか準レギュラーですよね。そうですね、はい、そうなんで、僕の座がね、奪われるんじゃないかってヒヤヒヤしてるんで、ヒヤヒヤしてんじゃないって対してなんですけどということで、アキラがね、はい、ゲスト来てくれましたけども、はい、何か本日はあるそうで。そうなんです、アキラ 100% の素朴な疑問ありがとうございます。いやしっかりこの番組のこと勉強してますね。いやいや、取られちゃいましたけど、何でしょうか、はい、どういう疑問でしょう。今ね、R1 グランプリ真っ只中なんですよ。そうですね、なるほど。はいはいはい。ちょっと先日、準々決勝が終わりまして、はい、なんと準決勝に、うちの事務所から3組、3人ですね、残ってるんです。そうなんですよ。でまあ、気になるところでね、はい、この3人から誰か決勝に行ってくれたら嬉しいなというか、まあ、その盛り上がるじゃないですか、自分の賞も、まあね、まあまあそれハリウッドザコシショーとね、まあ、自分も取らせてもらって、3人目チャンピオン出たらすごくないですか。いや、めちゃくちゃすごいよ。ということも含めてですね、はい、ちょっと先生のお力でなんかちょっとこうなんかこう先を占っていただけたらね。私何の影響力も持ってないけど、嫌なことはできます。そうなんですよ。もうネタはもう本人たちが今ちゃんとやってますから。はい。それでね、やっぱり運もありますからね。まあだからその占いという立場からの、はい、ちょっと運がいい、はい、運気がいいやつをそれを見ると、はい、はい、はい。私は別に何もできませんから。後押しはできませんから。はい、はい、今残ってるのがね、松本クラブ、はい、キャプテン渡辺さん、はい、で松本凛さん、はい、この3人がという3人がね残ってます。そうなんですよ、なんかすごいみんな金混じりですね。そうですね、確かにキャプテンがいて、はい、松本クラブがいて、はい、リンスもね、がいて、みんな金ですね。本当ですね。ちなみにですけど、その準決勝ね、東京大阪合わせてその、まあ、30組30人のうちの3人なんで、うん、もう確率的にはもう結構ね、まあ、普通に考えたら10分の1ぐらいの10分の1確率ではあるんで、まあね、吉本以外だったらやっぱちょっと確率高いというか、SMA、いや、なんか SMA すごいっていつも思いますよね。本当ですね。もうその前の準々決勝の段階でも相当の数いましたもん、ね、だから、そう、今この段階で残ってることがもうすごいじゃないですか、はい、まあね、わかりました。で、じゃあそのお三方で、決勝に進めるのがいるかどうかを占うと、はい、いうことですよね、はい、お願いします。今回はあのあれですよね、アキラ会話の外だから全然もう気楽な、そうですね、見てる立場ですね。完全に外野からね観客席から見ちゃってますけどね。あ、いやいや、でもまあそのね、アキラの目線もね、そうね、そう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 、正直僕ネタも、見てないんですよ、その3人とも。はい、あ、松倉だけは年末 の、はい、そのソニーのライブで、はいはい、4分ちょっとのネタで見たんですけど、それを3分にどう縮めたかっていうのは全く分かんないんで、そうね、はい、もう本当にそれはちょっと3分は無理みたいなぐらいまで言ってたから、それをもう本当3分に挑戦してきたからね。すごい、なんかプロみたいなお話を。いや、プロなんですよ我々プロなんだよ。何だと思ってんすか面白い人たちだなと思って。近所の面白い人じゃないんで、面白いと思ってくれてるんだったらいいですよいいのかまだいいのか。まあまあ、じゃあ真面目にちょいと伺いますので、はい、ちょっとしばしご勘弁ください、はい、いや、単純に、正成さん全員見てます。僕は全員ネタ見てます。あ、本当ですか。見てるんで、まあ、どんな感じかっていうのは分かるし、はい、その後の評判だとかも、はい、まあ、聞いたりとかもしてるんで、はい、そう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 、なるほど、いや、これ楽しみですよ。楽しみです。確かに決勝9人上がると換算すると、まあ、確かに30人いて3人だから10人のうちの1人に、3人のうちで1人かに残ってれば上がる可能性はあるってことですよね。そうそうそう、単純にね。ほんでそのそれさ、まあ、いろいろキャプテンとかリンスとかが、はい、そのやっぱ決勝進出経験のあるオグに、はい、いろいろまあ相談というかさ、いろいろ話をしたらしいのよ、はい、でオグの目線からの確率論みたいのを言って、はい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 、ツイッターで上げてたから言っていいんだけど、はいはいはい、まず、松倉が2分の1、確率がで、リンスが5分の1、はい、で、まあ、オグいわくキャプテンは30分の1 えっていう、そのまあまあ奥さんとそう、ツイッターで上げてただけだけど、はいはいはい、でも実際ね、まだ日にちあるし、わからないけどね、そういうなんか面白いね、見方もしてたよ。はい、お、出ました。はい、お願いします。
仕方すればよいんですか。どう、これはだから、まあ、まだこれから準決勝が行われますから、はい、日付的にはこれが放送される日に、そう15日にNGK で準決なんですよ。そうそうそう、うん、だからまあ今言うとね、なんかこうざわつく可能性もありますから、はいはい、ちょっとなんか、うん、名前は伏せて、いい悪いっていうのを聞いた方がいいですよね。なるほどなるほど。いい悪いっていうのも聞くのもちょっと結構ドキドキだけどね。ね、じゃあ分かりました。どんな言い方がいいんだ。個人は言わずに、はい、少なくとも3人の中から1人でもその決勝出られるやつがいるかいないかという、そうですね、ぐらいの話で、はいはいはい、いないかって言われたらちょっと結構これでいないとどうしようもないですよね。ダメージでかいけどね、うん、まあ、そこは聞いちゃっていいの。いいです、まあ、一応聞きたいです。聞いておきたいですよね。はい、まあ、今見ました、もう結論的に、はい、1人いけそう、ね、1人いけそう、はい、1人いけそう。まあでも1人なんですね。1人ですね。1人、うん、3組のうち1組、まあ1人、という結果になっております。ほう、うわ、これはどうすればいいのかな、私は。いや、まあそれだけでいいですよね。はい、その今日はここ名前は、うん、出さないでと。なるほどなるほど、はいですね、どうよ、聞いて。いや、ちょっと後でこっそり、はい、聞こうと思います。放送終わったね。そう、収録終わったんですね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。わかりました。ということで、ちょっとまだね、ちょっとすっきりじゃないですけど、したんじゃないですか。はい、皆さんもちょっとそれを記憶しておいてください。はい、はい、はい。ということで、まず今日はここで一旦、はい、おしまいにします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。